ファウンデーション大帝国はアイザック・アシモフの SF 小説。ファウンデーションシリーズの第2巻でファウンデーションの続編にあたる。アメリカにおいて初版は1952年に発行された。2編の中編からなる。1945年のアスタウンディング・サイエンス・フィクション誌に掲載された死者の手と2回に分けて掲載されたザミュールをまとめたもの。 銀河系の端にある惑星ターミナスに銀河百科自転編三社の集団ファウンデーションが追放されて約200年後貿易の力によって拡張を続けるファウンデーションはついに銀河帝国と直接対峙することになった。さらにその後数学者ハリセルダンらによって作り上げられた第二銀河帝国復興までの計画セルダン計画を破壊する存在が登場する。 ファウンデーションはセルダン危機と呼ばれる非常事態を定期的に迎え乗り越えることで力をつけていった。圧倒的な科学力を保持し貿易によって周辺諸国を従え、ファウンデーションは軍事力をも保持して勢力を伸ばしていた。一方、銀河帝国ではクレオン2世が強力な指導力を発揮し一時的に持ち直しもしていた。帝国に忠誠を誓う。 若くて有能な銀河帝国将軍ベルリオーズは、ファウンデーションの噂を耳にし、自身の目で、ファウンデーションの強制と脅威を確認すると、軍を率いて、帝国返教域の制圧に乗り出す。それに対しファウンデーションの権力者たちは、貿易商人らサンデバーズらを使い、帝国軍の動向を探り進行を食い止めようとした。しかし、デバーズは、帝国軍に捕まってしまう。 デバーズは将軍に同行させられている。反帝国派の貴族ドゥーセムバーを味方に引き入れて、リオーズ将軍に対抗すべく格索するが、事態は悪化する一方だった。ついには、リオーズ将軍率いる。帝国軍はターミナスまで、あと一歩のところまで進軍してくる。デバーズらは将軍の元から逃げて、帝国の首都惑星トランターに行き、 将軍と内務秘書官が帝国への反乱を企てているという虚偽の情報を皇帝の耳に入れるべく画策するが、これも失敗する。しかし、その時、将軍と内務秘書官が反乱を企てた容疑で逮捕、拘禁されたというニュースがトランターに流れた。ハリセルダンは銀河帝国が脅威となるのは強力な指導力を持つ皇帝が在位し、 かつ有能な将軍が軍を率いている時のみと予測していた。皇帝のみが強力ならば、辺境のターミナスまで軍を派遣することはできない。将軍のみが強力ならばその能力は反乱へと向かう。今回のように強力な皇帝と有能な将軍が共に成り立つ時のみターミナスが危機に陥るが、将軍が有能なゆえに、周囲の厄みや、 皇帝の猜疑心を刺激して失脚することまで、ハリセルダンは予言していた。約一世紀後、ファウンデーション内部は腐敗し、かつての帝国以上に停滞していた。主張職は世襲制となり、三代目となるインドバー三世がその職につき、圧政を敷いていた。圧政に反発する独立貿易商人らは内戦を計画していた。その頃、ミュールという謎の人物が登場する。 ミュールは独立王国となる寸前だった惑星カルガンを戦うことなく占領した上、ファウンデーション及び貿易商人らの世界に戦争を仕掛けた。この事態にファウンデーションと独立貿易商人たちは手を結ぶが、事態は改善されなかった。やがて時間霊病が開き、それまでにもあったようにハリセルダンのホログラフ画像が、 心理歴史学に基づいて予測していた現状の説明を行うが、それらはすべて外れており、詰めかけていた人は混乱に陥る。実は、心理歴史学には、個人レベルでの詳細な予測や対処まではできないという弱点があった。ミュールは突然変異によって誕生したミュータントで、その存在は予測の対象外であり、その人の心を自在に操る能の力の強大さは、 対処の範囲外であったのだ。ミュールの異能の力は戦わずして、人々の抵抗心を削ぐどころか、ミュールへの絶対の忠誠心を植え付けることさえできるほどであり、対抗する術はなかった。ミュールの軍隊と異能の力による襲撃を受け、ターミナスも陥落する。カルガンから、そしてファウンデーションから、唯一逃げをせた独立貿易商人のトランと、その妻ベータ、学者のエブリングミス。 ミュールから逃げてきた道化師マグニフィコラは状況を打破するため、存在だけが知られていた第二ファウンデーション探索の旅に出る。第二ファウンデーションは心理歴史学の聖地であり、ミュール誕生のようなイレギュラーに対処するための組織であった。一同は40年前に大略奪に愛廃墟と化した、かつての銀が帝国首都惑星トランターに赴むいて、昔の資料を創作した。 何かに取り憑かれたような勢いで調査を行う、エブリングミスは衰弱しながらも、ついに第二ファウンデーションの場所を明らかにする。その瞬間、事態は急転し、ミュールがその真の姿を表す。早川文庫版の岡部広之役をもとに、宇月、久間さ江太郎作画で、漫画版が、サイドランチから出版されている。銀河帝国工房資産ファウンデーション大帝国は、 第一部、将軍の漫画家。ありがとうございます。